応援団奏吹奏楽部部長の市川さんにお話を伺いたいと思います。市川さん、どうぞこちらまで。ただいまご紹介に預かりました、私、関西学院大学応援団奏吹奏楽部今年度部長を務めております、4回生打楽器パートの市川杏奈と申します。本日は皆様お忙しい中、北信オータムフェスタ2023にお越しいただきまして誠にありがとうございます。各校単独ステージや有野中学校の皆さん、そして神戸北ジュニアバンドの皆さんとのジョイントステージ、お楽しみいただけましたでしょうか。さて、続いてが本日最後の曲となりますが、そちらの前に一つお知らせをさせてください。来る11月24日金曜日に東部の、兵庫県立芸術文化センターにて第62回定期演奏会が行われます。曲目は今年度関西吹奏楽コンクールにて演奏いたしましたセントアンソニーバリエーションに加えて、桜の歌、そしてメトセラ2、打楽器群と吹奏楽のための、そしてメイン曲に3つのジャポニスムを演奏いたします。聴き応えたっぷりの1年の集大成である定期演奏会、こちらをもって4年生10名が引退となります。部員一同、素敵な演奏会になるよう努めてまいりますので、ぜひ11月24日は兵庫県立芸術文化センターにぜひお越しください。そして詳細は東部公式のホームページや SNS にてお知らせしておりますので、ぜひご確認ください。皆様のご来場お待ちしております。では第3部最後の曲紹介を市川さんお願いします。はい、最後にお送りいたします曲は花は咲くです。この曲は震災復興へのテーマソングとして日本中で幅広く親しまれております。舞台後方のスクリーンに歌詞が表示されますので、皆様ぜひ一緒に歌ってください。本日は本当にありがとうございました。